皆さんどうも、こんにちは。プーラー吉です。はーい、ちゅうことでね。今日はね、何をこすんのかっちゅうと、はい。勇者王ガオガイガーより、スターガオガイガーですね。はい。まあ、宇宙装備長時間しようと思いますね。まあ、スターガオガイガーの方がどれがいいかな。俺、ガオガイガー大好きで、皆さんがあんまね、褒めないね、青島さんのガオガイガーのキット、うん。ノーマルガオガイガー、スターガオガイガー、ゴリディーマーグ、あと、ガオガイガー弾丸 X バージョン。あと、ガオファイガーね。うん。ほぼほぼ買ってます。うん。青島さんのね、なんとなく隙のあるね、隙のある構造が好きっすね。なんか立たねえとか言うじゃんみんな。ね。色分けがどうのとか、そんくらい自分でなんとかしろよっていうね、感じでね。皆さんちょっと本当にね、バンダイさんのキットに慣れすぎてる。うん。くらいね、好き勝手いいと思うし、最近マックスファクトリーさんからね、バイハムのね、キットが出ましたよ。うん。単色成形で、固定。単色固定で、いくらか忘れちゃったけど、3000以上すんのかな。うん、単色固定、うん、最高。もちろん接着剤も使うよ。うん。使ったっけ？まあ、使ったのか忘れちゃったけど、まあ、とりあえず単色、固定。うん。でもね、ああいうのが欲しかった。うん。そう、ストロングスタイルかね。うん。で、ガオガイガーの、青島さんのキット、ガオガイガーのプラキットで、ナンバーワンの称号を、俺は与えてます。うん。青島さんのガオガイガーのキットが、ガオガイガーのキットの中だと、うん。まあ、他メーカーも出してんだろうけど、青島さんのみんながあんまり褒めない？うん。色分け不十分、関節ふにゃふにゃ、接着剤使う。ガオガイガーのキットがナンバーワン。うん。なんだけど、まあ、ガレージキットだと、まあ、造形で言ったらね、やっぱ小道武器屋さんですかね。うん。というか、ガレージキットというか、全ガオガイガーの立体物の中で、この小道武器屋さんの、このガレージキットが一番ガオガイガーをね、かっこよく造形してるかもしれないね。うん。ガレージキットというか、全造形物の中でこれがナンバーワンかもしれん。うん。ただ、ね、プラモデルに関してはやっぱ青島さんがナンバーワン。で、ガレージキットに関しては小道武器屋さんがナンバーワンかな。うん。この造形だけに関しては、青島さん超えてます。うん。一番かっこいいんじゃない？なんか、獅子の長さもちょうどよくて、なんかね、ほんと100点満点というか150点満点ですね。うん。ただ青島さんのね、キットみたいにね、大きくもなければ、価格も低価格でもない。青島さんのキット何がいいってね、あんなでかくて3500円。うん。やっぱね、その辺のね、コスパだと、やっぱ青島さんのガオガイガーが、まあ、ダントツなんだけど、やっぱ造形だと、やっぱこのガレージキットは、まあ、今、高いからね、12,800円ですから、まあ、しょうがないんだけど、当たり前では当たり前だけど、うん。ここ書いて12,800円ね。うん。まあ、高いんだからね、出来が良くて当たり前なんだけど、いや、すげえよ。まあ、高くてもね、造形ダメなやつとかあるからね、ちょっと中見てみましょうね、とりあえず。あ、これちなみに我らが大河原国野さん。うん。俺が普段から大河原信者やめられないって言ってんじゃん。うん。皆様が今ハマってるね、このシードのね、このライジングフリーダムとかね。あとまあこの、なんだ、インジャとかね。うん。最新のキットから、ね。昔のね、ここら辺のまあ並んでる、まあ、おなじみのね、ファーストガンダムの MS もそうだけど、みんな大河原さん。うん。で、タイムボカンシリーズも大河原さん。もう本当ね、大河原信者はやめらんねえから。もう、やめらんない、一生やめらんない。で、これね、あんま瓦礫なんだけど、あんま瓦礫を見る機会とかないと思うから、見せたっけ前、俺これ覚えていいんだけど。うん、二度目だったらごめんね。まあ、僕のチャンネルの動画再生数少ねえからね、ほとんど 何もかもが全部初レビューみたいなもんなんでね。はい。これね。じゃじゃん。もう見てるだけでムズムズするんでしょ。見てるだけでなんか、こみ上げてくるものない。もうなんかテンション上がんない。見てこの、これ見てこれ。もう、バンダイさんの、ね、コレクションシリーズ並みだよ、これ。やっぱね、ガレージキット、レジンだけってもうね、エッジがすごい。もう怪我するレベルだよ、これ。これ頭下がって死んだっていいんじゃないの？いねえか。それ言い過ぎか。うん。もうね、見てるだけでね、幸せ。このもう、すごい。これ、一発だぞ、これ。すごくね。
ちょっと入れたら無理だよ。やばいでしょ、これ。顔の、お顔がここにあるんだ、お顔。お顔、いた、お顔がいた。あ、顔2個ついてんだ。あ、シャキーンってなる前のやつと。これと、普通の牙みたいなバージョン。これこれこれ。あ、ここにいた。顔2個ついてる。あ、今知った。今気づいた。ほら。ほら。すごくねえ、これ。一発抜きだぞ。頭おかしいね、これ。一発抜き。狂ってるよ、これ。すげえな。すげえよ。そして、ここ。これ。やばいな、これ。久々に見たけど。これ。え、これどうやって作ったのっていう。ムクだよ、ムク。ムクレジン。やっば。やっべ。これ見てテンション上がんないやつは、もう俺のチャンネル来なくていい。うん。もう登録解除していなくなってください。やばい。やばい。やばいな。うわぁ、ムクだ。ムク。ムクだよ。すっげ。あ、強烈なパーティングラインが立ち下がる。すごい。すっげ。見てほら。もなかだけど。うわ、すごいなこれ。すごいしか言ってないけど、すごいでやばいしか言ってないけど、すごいなぁ。もう幸せになっちゃうな、眺めてるだけで、これ。やべえな。あ、ただね、動かないことで有名な、シートとかのコレクションシリーズ、ちょっと脇が違うからね、つけるときの難しさがね。今、ポリキャップ入ってますね。フル稼働仕様っすね。まあ、別に動かなくていいんだけどね、ハオガイガーとかの、この、ガレージキットはね、先に限らず、動かなくていいやろし。うん。動くのめんどくさいしな。お、完成写真が入ってる。こう作るんだよっていうね、ことでしょうね。ことぶき屋さん。ことぶき屋さんって言ったらもう今完全に前だよな。もう、エロフィギュアじゃねえや。ビプラ。うん、ビプラっすね。うるせえなぁ。チャランポン、チャランポンさ、暇人がよ。誰だよ。まあ、飲みに行こうぜとかいいんだよな。お忙しいのにさ、飲もうぜ、飲もうぜ、キャバクラ行こうぜ。彼女おるわって。ごめん。え？すげえな。まあ、一番何が大変だよ、マスキングだろうね。シェンロンガンダムのね、HG のシェンロンガンダムの肩がね、丸っこい、緑のパーツがね、色分けされてないくらいでね、ツイッターかなんかのトレンドで、シェンロンガンダムの肩みたいな、なってましたけど、あんなんでね、文句言ったらね、ガリジキットなんか作れねえよ、マジで。うん。ガリジキットどころかね、コレクションシリーズも作れませんよ。単色制限をね。まあ。これね、まあ1万2000円はできなかったな。だからほんと今はね、もう、ずいぶん前からだけど、このコレクションシリーズってあるじゃん。俺が絶賛しているね。だから言ってんじゃん、ワンコインで買えるガレージキットなんだよ、もう。造形で言ったら。負けてないからね。うん。ワンコインで買えるガレージキット。で、アストレイとか、アストレイがすごかったな。300円のアストレイレッドフレーム。
あれがやばかったな、皮の部分が。ほとんど一発抜きで、さっき見せたガオガヤカの富士山じゃん。こんなんだって、マジ、あの、ガンダムアーストで。レッドミネーム、こんなん。もう、造形が。とりあえずあのね、ワンコインで買えるガレージギットを体感したかった。とりあえずあのガンダムシードの、まあ、コレクションシリーズを買ってみるといいよ。うん。特にあのアストレイ、まあ、あの、青でも赤でもどっちでもいいけど、アストレイがね、もう頭おかしいできたからね、もうあれ、ほんとに。うん、ほんとバンダイさんでも頭いっちゃってんだなっていうぐらいすげえ。300円でこれ出せるっていうぐらい。でもガレージギット並みなんですよ、ほんとコレクションシリーズって。なんかコレクションシリーズの話になっちゃったけど、まあ、そんな感じね。まあ、これだから、大川信者はやめられないっていう動画でしたね。また、はい、そんな感じでね。プラクシスはバイバイ。